宝達山は石川県中部にある山。山域は白衣郡宝達清水町、河北市、河北郡津端町、富山県氷見市、高岡市にまたがり、山頂は宝達清水町にある。標高は637.1メートル。能登半島の最高峰である。名称は江戸時代に金山が存在したことに由来するとされる。宝達山水源の森は、 水源の森百選に選ばれている。山の一帯はオーレン。またたび木肌、センブリなどの薬草が豊富でクズや自然省を産することでも有名。山腹はほとんどが紅葉樹次林や人工林の杉林が広がる。かつてこの一帯は周辺村落の共有地であったが、カバスにより荒廃死水害が多発するようになったため、 各集落に土地を分担して植林などを担わせるようになった。山頂付近には自然林に近いナ林があり約440本を数える。1950年には金沢大学の正宗岩尾啓教授によって大赤花の種子が採集された。これは孤立分布したもので植物分布的に希少だったが以後報告がなく絶滅したとみられる。 宝達山の山頂付近から北部にかけて、船津加工岩類の宝達山加工岩が存在する。石川県では、イスリギ山や手っ取り川上流の一部などに、加工岩類が分布するが数が少なく県内では、珍しい。加工岩を母岩して、自然菌や鉱鉄鉱、ホタル石など様々な鉱物が存在する。宝達山のホタル石は、小八面体。 緑色の美しい形状をしていることで有名。また、ガツ長赤流門岩も見られる。宝達山の山体は極めて崩れやすくて、土砂の供給量が多く、この山を源流としている。宝達川下流は、天井側トンネルができるほど多くの土砂が堆積した、洗浄地となっている。宝達山北部では、自然金や鉱鉄鉱、ホタル石を産出しまた工業がなされた。 これらの資源はいずれも放脱酸化鉱岩類を母岩としている。また、山徳の宝田地区には石灰鉱があった。山徳の金山は1903年の加賀藩下兵録によると1584年に解散し、行道12箇所の崩落により閉山した1628年まで採掘された。金の採掘が衰えたため、甲府は 農の越三国の堤防や、用水路の工事に従事するようになり、ほとんどが、宝刀ル村民だったことから宝刀ると呼ばれるようになった。宝達者は、辰見用水の掘削や放脱側の堤防工事などに、加わったと言われるが資料が少なく詳しいことは分かっていない。宝刀ーール地区の茶谷にある、日だたの秋キラつ石灰岩を、露天掘りで採取していた。 明治の初め頃から工業がなされており、昭和6年頃の流星期には年1万から2万トンの石灰が生産されていた。また、昭和26年にも月1000トン近い石灰生産記録がある。放脱山北陸に分布する放脱山花崗岩が母岩となっており、単緑色、小八面亭、弱傾向などの特徴を持つ。第二次世界大戦中に10トン。 昭和20年に東北道工精錬株式会社によって70トン産出された記録がある。ホートール地区の茶壇、飛田編成岩体の石灰岩の中から発見された鉱脈でホートール鉱山の名で昭和20から25年に工業されていた。鉱脈は幅60センチメートル、延長10メートル。山崎地区にて肥料用などの用途で採掘されていた。 金山で働く甲府の非常時の食料として、また過酷な労働で体調を崩したり病気が流行った、時に漢方薬として利用するためクズも生産されるようになった。宝たちクズは幕末には幕府に献上されており、最盛期だった明治時代には白衣軍の特産品として全国に紹介された。その後、生産量は激減したが、宝たちクズともの会が生産を続けている。 モンタイラガキは川原、東館、宝たちなど、宝達山陸に自生する渋ガキで、江戸時代に、八郷門平田佐野の村家が、その美味しさから各地区に広めたと伝えられている。現在は、宝達清水町や河北市などで栽培され特産品の一つとなっている、石川県道、富山県道75号を清水福岡線と、宝達清水町東館からの林道がある。 ありがとうございます。